平野将校は埼玉県川口市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。中学校時代は軟式野球部に所属し、埼玉県大会で優勝。浦和実業高校から平成国際大学へ進みリーグ通算5勝。2006年に社会人野球の JR 東日本東北に入社。ここで素質が開花し、摂津ただしと2枚看板として活躍した。 第78回都市対抗野球大会に補強選手で出場。大学の先輩と後輩にはチームメイトとなる山崎里氏と牧田和久がいた。2007年の大学、社会人ドラフトで埼玉西部ライオンズから1巡目で指名を受けて入団。この年不正スカート問題で西部は高校生ドラフトの1.2順の指名権を剥奪され、 高校ビッグ3と言われた吉木、中田翔、唐川優己には指名参加できなかったため、平野により注目が集まった。なお、入団当初の背番号は19だった。2008年には、5月3日の対、千葉ロッテマリーンズ戦に2番手投手として1、軍デビューを果たしたが、1回に3を投げて5失点という内容で5月8日に、出場選手登録を抹消された。 7月8日の再登録を経て、7月23日の、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で1軍初、先発。5回に、3を投げて3失点という内容で1軍初勝利を上げたため、試合後には、自身初のヒーローインタビューを経験した。2009年には、4月16日の福岡ソフトバンクホークス戦7回裏から9円で登板。3イニングを無失点に抑えた末に、 一軍での初セーブを挙げた。2010年には7月15日の対北海道日本ハムファイターズ戦で一軍初完封勝利を記録。シーズン通算では一軍公式戦で4勝4敗という成績を残した。フレッシュオールスターゲームでは左肩通で出場を辞退した同僚の菊池、武士星に代わって補充選手に選ばれたが実際には登板の機会がなかった。 2011年には6月4日の対中日ドラゴンズ戦で1軍初ホールドを記録した。1軍公式戦には8試合に先発。1試合で完投したものの0勝5敗で終わっている。2012年には1軍公式戦3試合に登板。シーズン終了後に背番号を23へ変更した。2013年には左脇腹痛などの怪我の影響で、 入団後初めて一軍公式戦への登板機会がなかった。2014年には8月14日の対オリックスバファローズ戦で救援投手として自身2年ぶりの一軍登板を果たした。その一方で8月30日の同カードでは2死を取っただけで7失点を記録。翌8月31日に登録を抹消されるとそのままシーズンを終えた。 2015年には2年ぶりにシーズンを通じて2軍で過ごした。10月27日に球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退した。2016年より球団職員となり、球団合宿所若児資料の副領長兼育成担当に就任。2017年からは2軍用具担当兼マネジャー補佐。2020年からは2軍マネジャー専任。 しなやかな腕の振りから繰り出される、平均急速時速1 4 3トル最速時速1 5 1トルのストレートが持ち味。スライダーや決め球のフォークボールなども投げるが、現役時代にはストレートが武器だと思っているので、小手先に頼らず直球勝負したいですと語っていた。ありがとうございます。